ファイターズサンドプロジェクト BJJ ウェーブ、はい、橋本喜也です。支店長成田です。はい、ということで今、ラスベガスの空港です。はい、はい、長かった旅が終わりました。支店長どうでしたか？いやー、そうですね、なかなかな、なんか今回いろいろ物がなくなったりとか、うん、なかなかの感じでした、ね、あ、そうです、俺、はい、バッテリーなくなりました。バッテリーなくなってましたね。バッテリーなくなりました、はい、あとは、あと僕は、あ、でもあれ、まあそんなもんですか、うん、僕なんかなくなった、はい、そうですね、バッテリーなくなりましたね、はい、まあしょうがないですが、けどまあ本当はね、大会終わって、翌日の月曜日はPCR 検査ね、あ、があったんだけど、そのチケット取った後にその PCR 検査がいらなくなったので、はい、まあ、1日ぼんやりだから、それで動画上げたりなんだろう、仕事して、で夕方から出発してそのマンダレーベイ行って、変則レーシーに偶然会いそうですね、いやもう元気よくアイス食いながら声かけてきましたね。元気でしたね。ちょっと元気いっぱいでした。はい、ヘンズはね、飛行機乗り遅れたらしいので飛行機乗り遅れたっつって延泊する、そう、何度の乗り遅れたかっていうのをね、すごいアイスを片手に熱弁してましたね元気のいい、はい、元気のいいグレーシーでした。はい、良、はい、かったと思います。はい、でその後ね、本当はシーザーズパレスのバフェ食おうとしたらね、はい、もうそこでもうバフェもやってないっていうことで時間切れでした。そう、チンキの飯食ってあとお土産買って帰ってきましたね。でそんな感じで朝の4時に起きて荷造りして6時に空港みたいな感じで、はい、という感じで、もう支店長はもう、はい、サンフランシスコ経由で帰国。僕はそうですね。俺は、LA 経由で帰国、はい、ということで、この旅がやっと終わりましたね。俺はもう長かった。3週間ですか。はい、いやもうカードの請求が恐ろしいんですが、確かに、はい、帰国してからがっちり働かないといけません。まあ、けどもこれでいい区切りになったと思うのでラスベガスもアーデー先生も、まあ、これはこれで良かったと思います。来て良かったなと思っております。であとそうですね、またそこら辺のところはまた帰国してからゆっくりとやりたいなと思っております。試合とかも見返したいですね、ちょっと。そう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 、ルオトロ対ね、ミカとかね、しっかり見てほしいし、メレガリ対、タイとかも見てほしいし、うん、まあちょっとゴードン・ライアンの強さもね、そうですね、しっかり見てもらって、はいはい、ちょっとそこら辺も含めてまた、やりたいと思います。じゃあそんな感じで、長々と、やっていただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。また帰国してからやりたいと思います。はい、ファイターズスタンドプレゼンツ BJJ ウェーブ橋本喜也でした。はい、また、日本でよろしくお願いします。